ミニオンに出てきた帽子を作ってみた。今日はミニオンに出てきた若漏れハットを作っていきたいと思います。これちょっと前に作ってたんやけど、再投稿という形でぜひぜひ見てってください。この帽子型にするのめちゃくちゃ難しいので、作る人は頑張ってみてください。オーブンで生地がパリパリになるまで焼いたら完成です。アボカドをつけて美味しくいただきましょう。めちゃくちゃいい感じにできました。本日もご視聴ありがとうございました。